2階の順路こう、あ、結構来るね、見学に。さあ、あ、チャリチャリ触ってる。コイン、世界へようこそ。あ、これはゆりさん。テスト完成度はどこにも負けない。品質検査なんだ。貨幣大試験か。どんどん薄くなっていくね。センターの声みたいだ。洗浄、洗う、あ、ここだ。発印済み。ケース封印感、なんだろう。500円だ。
これは危ねえよな。あ、これは勲章。勲章作ってるんだ。へえ、すごい。名誉市民賞。あ、これ勲章。終わりかな。よいしょ。最後に1個入れたいです。うん。キック。はい。さあ、造幣局博物館見学したぜ。帰ろう。鉄骨像だね。あ、違う。書いてきれいにしたんだ。さあ、大阪造幣局でした。桜はまだだね。もうちょいだ。今週中頃だね。さあ、造幣局散策してきましたけれども、全部機械で作っちゃうってことね。あの、出荷まで全てね。あれ、これは、ああ、ここは見て、圧延機、圧印機だから最後の工程だよね。パッコーンってこう500円つく、ね。手で回してんのかな、これ。五代友厚。これをスイッチを押してみる。1871年、明治4年の創業当時に金銀貨幣製造に使われていた。あ、やべやべ。フランス、トネジャ製圧印機です。うるさい、うるさいから逃げよう。あんなでっかい機械で作ったのね。でした。あれ、お土産販売所見つけたぞ。なんか特殊な効果変えるとか。どうだろう。行ってみよう。行ってみよう。ミントショップ。ん？うわ、これは高橋さん。11,000円。うわ。大阪城16,000円。あ、でもこれは買ってもいいよね。これはもう絵もいらないか。2700円。仮面ライダー好きには500円硬貨セット。
解散フルーフメダル、まずね、一つメダルが入ってます。ちなみにこれだと純、ごめんなさい、銅のメダルで、こっちが純銀のメダルが入ってます。あとは1円から500円までは1枚ずつというのは同じですね。この2件は令和4年目のお金が入ってます。なるほど、でも1000円ぐらいもはい、じゃあどうも、すいません。はい、はい、どうも、はい。はい。ちょっと、なんか、高いね。でも、技術量はそのぐらいするんだろうな。さあ、帰ろう。で、飯はどうしようかな。時間が11時を回ってる。どこで食べようか、優待券使おうかな、お昼は。何がいいかな。ずっと外食続けてやってるからな。さあ、出ちゃいましょう。